こんにちは、柴田です。今回は激安ギターの鳴らし比べです。この2本のギターなんですけれども、千葉管楽器でなんと5000円で売っております。超激安ギターで、まあ中古ではね5000円なんですけれども、新品のね定価は違います。こちらイエローの方はプレイテック、これはね11,300円、サウンドハウスさんで販売されているギターです。そしてこちらはフェルナンデスの LE1Z、 フェルナンデスの中でも、まあ、初心者向けのセットなんかでね販売しているギターで、まあ、新品の単体だと2万円ぐらいですかね。どちらも中古ではね5、6000円になっているけれども、定価は違うというところで、今回ね鳴らし比べていきたいと思います。まずね1万円の差、これね言ってみれば倍の違いがあるので、作りはね断然このフェルナンデスの方がいいんですよ。まずねそっちからね鳴らしていきましょうかね。でちょっと生音からいきましょうかね。もう全然悪くないですよ。ではナチュラル系でフロントからいきます。ハーフトーンもいいですよね。センター、まあ、いくつかね LE1Z 種類があるみたいなんですけれども、これはね結構古いやつなんで、しっかりネックにも塗装がされています。でまあ安ギターあるあるで、ペグがねあんまり良くないっていうのはあるんですけれども、これねプレイテックよりは全然いいです。ネックも細めで、ね、初心者の人もね使いやすいんじゃないかなと。続いてこちらプレイテックになります。生音からいきましょうかね。うん、これもね安い割にはね悪くないんすよね。ネックの塗装は薄めです。まあ、でもね割とスベスベしてて、ペグはねダメです。ではナチュラル系鳴らしていきます。うん、わずかですけれどもフェルナンデスの方が張りがあります。ハーフトーン、うん、カメラを通すとねあんまりねそんな差がないように聞こえるかもしれませんが、弾き心地はねフェルナンデスの方がいいですね。ちょっとねフレットがザラついてたりするんで、特徴としてはね結構ね暴れる感じ、まあ、それがいいのか悪いのか結構好みによるかと思うんですけど、ではちょっとクランチ気味で、フェルナンデスです。こっちの方が抜けますね。
うん、ふっくら感もあって、まあ前に出る。まあ、これがね、さすが1万円の魚というところですね。まあ、中古のね、価格の付け方は、結構ね、このボディの傷とか、これとかね、結構傷が多いんで、こういったものはね、割と安くなります。このね、プレイテックはね、もうほぼね、新品同様なんですよ。非常に綺麗。なので、どちらも5000円ではありますけれども、定価の違いね、そのポテンシャルが、こういった感じの音の差に出てくるんじゃないかなと。まあ、引きやすさもね、ちょっと違いますけど、まあ、バスカーズなんかもね、結構ね、ハードオフに何本も並んでますけど、一個一個ね、ネックがね、違ったりするんで、全然塗装がされてないものとか、しっかり塗装がされてるものとか、あと結構いい気取りのものがあったりするんで、その辺ね、しっかりとチェックしながら、安ギターを探していくのも楽しいんじゃないでしょうか。まあ、ブランドがね、これだからと決めつけないで、鳴らし比べとかね、してみると結構面白いかもしれないです。ぜひぜひ試してみてください。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。